はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話はアク転売屋のね大爆死というようなお話になるんですけど、まあ勢いよとね買い占めた結果ですね、今回のお話、まあ、約2週間ぐらいでね、発売から2週間ぐらいの商品で、えー、ものすごい、えー、低カ割れ状態で叩き売りしているというような、もうひどい爆死の仕方をしている、ね、お話になるんですよね。で、今回の話もね仮面ライダーの商品になるんですけど、今回の話も やっぱり知識がなくて、えー、過去の事例とか、まあ、なんとなく、あのー、いけるだろうみたいな。 うん、今まで良かったから、えー、今回もいけるだろうみたいな浅はかな考えで買ってしまったんじゃないのかなというふうに元光は思ってます、うん。まあネット上でもそういうふうに言われてるんで、はい。まあそういうのをね、ちょっと見ていこうかなと思います。元光のチャンネルではジ事ジニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあということで、今回メインのね、えー、テーマとなる、えー、商品なんですけど、仮面ライダー、エデンというね、こういった、えー、フィギュアーツ、うん。 フィギュアのね、えー、転売になるんですけどまあ、かっこいいっすよねで、この、えー、仮面ライダーって、えー、敵役なんですよね うん、伊藤秀明さんが劇場版の時に、えー、変身してた仮面ライダーらしいんですけどむっちゃかっこよくてまあすごくあのー、劇場版の時からあの評判が良かった、うんあのー、仮面ライダーになるんですけどそのフィギュアーツがなんと根崩れしまくってるというようなお話になるんですよねなのでまあちょっとあの早速値段とか見ていこうと思うんですけど7150円でえっ、ー、とこれプレミアムバンダイ から買おうと思ったら予約で、ね、買おうと思ったら、えー、送料で660円が入ってくるんで、まあ、全部合わせて、ね、7800円ぐらいで購入するような形になるんですよ。うん、で、えー、それを仮にメルカリで、えー、販売しようと思ったら、えー、送料とか手数料を考えたりしたら あの大体9000円ぐらいで売れないと元が取れない、そもそもね元を取るラインがだいたい9000円ぐらいだというふうな感じになるんですね。で、実際どんな感じで今売れてるのかと、うん、あの売れたものを見て、えー、大体相場で多いものを見たんですけどここ 7, 円、7999円かな、えー、8000円ぐらいのところがね、8000円前後がめちゃめちゃ多いんですよ。 まあなので、あのー、どこも損切り状態で、えー、転売ヤーは動いてるというような形なんですよ。これって、あのもう発売当初からあまりそんな高い値段で売れられてなかったらしいんですよね。うん で、えー、こんなのまに、あのーまあ、どん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 安く安く売られているような感じになってて、ですねもうメルカリ上でもかなり叩き売り状態になってるんですよ、うん、7000円台で売れうあの出品しないと売れないような状態になってて、ざまあって感じなんですけどね、もうこんなのほぼほぼ低価で売っちゃってるったらメルカリでね、えー、イコール手数料とかで完全にマイナスになっちゃってるんですよ、それでも売らないと売れないような状態になってるみたいなんですよね。<laughs> かわいそうね。もう最安値までいったらものすごいとこまで行きますからね。こんなとこまで。<laughs> いや、すごい、すごい大爆死してるなと。もう在庫は,はかすだけでもね、えー、処理するだけでも、あのかなりあの戸惑ってるような状態になるんですよ。はい。で、まあ実際にね、えー、売れ残ってるようなものでもう、なんか8000とかでも今現在では売れ残っちゃってるんですよね。<laughs> もうダメだ、在庫が履、えー、けないよと。 <laughs> 処理できないよということで、あの、ヤフーコとかではもっとやばい価格、もう6000円台とかでも、あのー、ね、出品したりしてるんですよ。で、残り9時間とかでもまだ6800円で、全然入札がないような状態なんですよね。だからもう今もうすでにね、2週間ぐらいで需要がない状態になって、大爆死状態なんですよね。こうなったらどうなんだろう、お店とかに中古で売りに行くのかな、もう無理じゃないですか。<laughs> あの少なくともちょっとね、えー、マイナスをいかに減らすかぐらいでしかないんですよねほんと涙目状態でかわいそうだなーっていうざまあってほんとね普通に働けよって感じがするんですけどなんでねそもそもあのー、今回のねこんなあのー 劇場版の敵役の仮面ライダーをめちゃめちゃ買い占めようと思ったのか、まあ、確かにかっこいいのはかっこいいんですけど、うん、なんで買い占めようと思ったのかというところなんですけど、まあ、一つはね、まあ、新商品だからただ買い占めたっていう部分はあると思うんですけど、過去の話で、えー、仮面ライダーの敵のキャラクター、エターナルっていうね、えー、こちらの仮面ライダーの、えー、フィギュアーツ、同じような感じのシリーズでね、えー、販売されてたものもあるんですよ、過去のもので。7884円でこちらが販売されてたものがですね、最終的にメルカリ で、25, とか、うん、こんなね、えー、転売ヤーまだ撲滅の運動があまりされてない時,時期、うん、とかで、えー、こんな状態だったんですよ。なので、<laughs> むちゃくちゃですよね。3万0千とかで売れたりしてるんですよ。すごい高値で売れちゃってるんですよ。うえー、何,何倍だろう、えー、5倍…だろ 近く、うん、4倍5倍とかの値段で売られてるような状況になるんで、まあ、そうなると「あこんなことあったから今回もめっちゃ高く売れるんじゃねえの」って言って転売ヤーは食いついたわけですよね。<laughs> <laughs> そしたら、もう、あのー、利益出るどころか、完全にマイナスでね、自分のお金を放出してるような状態、うん、養分状態になっちゃったわけです。ザマーっていう感じでね、えー、なっちゃったんですけど、えー、じゃあね、値段が、なんでこんなにね、値段というか、まあ、あの価格のね、えー、値動きがこんなに差が出たのかっていうところなんですけど、うん、まあ、それね、ちょっとネット上見たり調べても、何が原因でこんなにね、差が出てるか、まあ、エターナルの時と、えー、 その今回のエデンっていうね、仮面ライダーのエデンの差がなんでこんなにあるのかっていうと、なかなかちょっとね、分かりづらかったんですけど、元光が思うにですね、純粋にね、欲しい人にね、回ったんじゃないのかなと思ってます。で、そこら辺の理由がですね、こちら、エターナルの時はですね、えっとね、どこだっけな、こちら、ご注文がね、1注文につき24個までとか。 うんまあ、そういう制限だったんですよ。すごいですね。買い占めようと思えば何ぼでも買い占めるような状態であるんですよ。で、生産数とかがね、ちょっとどこ見ればいいか分かんなかったんですけど、もし同じ生産数だったらね、えー、こちらの仮面ライダーエデンの場合だと、お一人様6個までになってるんですよ。うん、だからプレミアムパンダイがあの、そもそもご注文数をかなり減らして、えー、その転売や対策をしてるということなんですね。まあ、24が6になったら全然違いますよね。 うんまあ、必死に、あのー、買い占めようとしたんでしょうけど結局、えー、重要に勝るほど買い占めることができなかったということで、まあ、1つね、えー、プレミアムバンダイのあのー プレののね工夫ととかかも入ってるんじゃないのかなと思いい思まああとは他のその転売ヤーに対しての、えー、いろんな消費者としてもそうですし、えー、生産者もそうで、えー、いろいろ対策をして、まあ、意識が全然変わってきたんじゃないのかなと思いますそんな簡単にね、えー、そんな5倍とか値段で、えー、仮面ライダーのフィギュア買えるような 買わざるを得ないような、そんな状況からはね、もうかなり離れてきてるんじゃないのかなと思います。まあ何にせよ、あのとにかく仮面ライダーのことを全然知らない転売屋たちが、えー、大爆死しちゃって、在庫も、ねえー、処理できなくなっちゃってるというような話ですね。この間は元光仮面ライダー一番くじの話もしましたけど、もう全然ね、あの消費者の人たちも分かってるんで、転売屋から買っちゃいけないとかね、まあ、そういうところも理解しつつあるんで、もう仮面ライダー業界は まあ他にもポケカとかもいろいろそうですけど、もう完全にね、転売ヤーっていうものが、えー、撲滅状態になってるんじゃないですかね。まあ利益出せれたとしても、そんなね、労力に合うような利益は出せない状況になってると思います。も、ま、う、あ、普通に働きゃいいのにね。はい、まあということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。